はい、皆さんこんにちは。カルボリンクの渡辺でございます。本日ご紹介するのは、今乗っておりますこちらの車になります。メルセデス MG の E43 フォーマチックステーションワゴンをご紹介いたします。よろしくお願いいたします。はい、それではまずこちらの車の外装なんですが、フロントバンパーの、下部ですね、こちらにキャッチペンの跡がございます。アルミホイールは純正の20インチを履いております。またリアバンパーのこちらですね、こちらに小さなへこみがございます。まあ、目立つところとしてはこちらの2箇所が大きい傷だと思うんですけれども、こちらは気になる場合は当店で板金修理をしてからご納車ももちろん可能でございますので、ぜひ一度お車を実車をご覧いただければと思います。はい、それから内装もご紹介をしたいと思います。こちらの車 E クラスの E43 でございますので、専用のシートが装着されております。それからちょっと座ってみたいと思うんですけれども、はい、こちらの車ですが 12.3 インチのツインディスプレイを備えておりますので、今見てもかなり先進的なお車なのかなと思います。で、メーターのデザインはですね、こちら見ていただきますと、3段階で変えることが可能でございます。で、このようにスポーティーなデザインでしたりとか、クラシカルなデザインなんかでそれぞれ選ぶことが可能でございます。また右側のところですね、こちらは情報を変更することができまして、このようにインジケーターでしたりとかタコメーターだったりとか、こんなところも変えれますので、かなり使い勝手もいいのかなと思います。はい、あとはトリップですね、走行距離だったりも表示が可能でございます。はい、それからこちらですね、モード変更もこちらの車ついておりますので、スポーツモードでしたりとかしていただくと、よりスポーティーな走りをしていただくことが可能でございます。主にエンジンレスポンスなんかが変わるかなと思います。はい、それからヘッドアップディスプレイもついてますので、このようにオンにすると下からひょっこりと出すことも可能でございます。それから後部座席もご紹介をさせていただきたいと思います。後部座席もですね、使用感とかなり少なく綺麗な状態でございます。さらに E クラスではツインのサンルーフがついてますので、このようにかなり大きなガラスルーフ、ツインルーフが装着をされております。前方のサンルーフは開けることも可能でございます。フォーマチック四駆の車になりますので、前輪と後輪、それぞれ駆動するお車になっております。で、トランスミッションなんかも9速ございますので、結構滑らかに、変速も小気味よくしてくれる、そんな印象でございます。で、今コンフォートモードで走っているんですけれども、やっぱり20インチを履いてますので、ベースの E クラスなんかと比べると多少やっぱり硬さだったりとかロードノイズは少し入る、印象がございます。ただ乗り心地なんかは決して悪くないですね。非常に万人受けしそうな乗り味かなと思います。ただやっぱりちょっとハンドルをこう切っただけでも、ベースの E クラスよりもハンドリングはシャープであることは間違いないかな。このチャンネルで E クラスのレビューは結構させていただいてるんですけれども、なんといってもやっぱりこのメルセデスの E クラスはですね、アンビエントライトが様々お選びがいただけますので、特に今夜ですのでいろんな色がお試しできると思うんですけれども、本当に細かく調整ができますので、これはやっぱりいいですね。
コンフォートモードだと変速のショックなんかも全然なくてすごい乗りやすいです。ここからじゃあちょっとモードを一つずつ変えてみましょう。まずスポーツモード入れます。スポーツモード入れるとギアが1段下がりますね。ギアが下がってよりレスポンスもちょっと上がる印象ですね。ただそこまですごい激しくレスポンスが上がってる感じではないかと思います。じゃあさらに上にスポーツプラス入れてみます。あ、レスポンスが全然違いますね。で、変速の速さなんかもかなり速くなりました。シフトダウンします。バックファイア的な音も聞かせてくれるので楽しいですね。あー、でもやっぱり400馬力出してるので速いですね。でスポーツプラスで入れると足も結構ダイレクトに衝撃は来るかなと思います。この43のエンジンは C クラスなんかにも積んでるエンジンなんですけれども、 E クラスって結構遮音性も高いので C クラスほどエンジンとの距離の近さというのは感じないですね。ただその分上品かつスポーティーに走れるという意味では高い次元でバランスしてるんじゃないかと思います。ちょうどいいサイズにちょうどいいエンジン、そんなお車なんじゃないかなと思います。はい、いかがだったでしょうか。本日はこちらのメルセデス AMG の E43 フォーマチックセッションワゴンをご紹介いたしました。こちらのお車、いいなと思った方、そんなにと思った方、どちらもですねぜひチャンネル登録、よろしくお願いいたします。こちらのカルボリンクをはじめビジョナチャンネルでは様々な車のレビューでしたりとか、ご紹介しておりますので、ぜひぜひ随時、チェックをしていただければと思いますので、チャンネル登録高評価ぜひよろしくお願いいたします。それではまた次のお車でお会いいたしましょう。カルボリンクの渡辺でした。ビジョナグループでは新しくレンタル事業を開始しました。ベナンバーではない上質なお車を貸し出しするサービス、ビジョナカレント。弊社が持つそれぞれの正規ディーラーが自慢のお車をご用意。フォードのエクスプローラーやアウディ A6 などお手頃な価格で輸入車のある非日常を楽しみませんか。始め方はとっても簡単。概要欄よりアプリをダウンロードいただき、たったの3ステップで登録が完了いたします。デビューしたてのお車も続々と掲載中でございますので、ぜひぜひ皆様のご利用お待ちしております。